にちは、大丈夫ですか。はい、はい、どうぞご注文を。大柳定食で。はい、お名前教えて。鮭です。鮭、はい。お一人ですか。はい、お一人ですか。はい、はい、じゃあ上がってもちょうどです。僕は火を起こしてね。はい、はい、失礼します。はい、はい、ありがとうございます、はい、そこだんだん日は起きてくるからね、こんな感じで、はい、そこのとこの日のところで、はい、髪があるけど気にしないで、はい、時々返して、はい、焦がさないように、焦がさないように、まだ火が鍋からボツボツでいいんでね。はい、はい、お箸が、ありがとうございます。はい、はい、五平餅は2分おきに500回裏返ってね。2分おき、はい、はい、魚は触らんでね。はい、はい、上の方、ちょっと今 下から上がってきて。どこ行くの？中的に長野市の方まで行きます。こっち行くの？はい、仕事じゃないね。昨日岐阜の方いて。岐阜のどこ行くの？はい、岐南町っていうところなんですけど。岐南町ってどこ？岐阜市からちょっと南のところなんですけど。岐南町だね。はい、そうです。時間消してみるか。あ、はい。そうだけど、だいたい火が通ってるときに、つけない。はい。カリカリで。なんてか、これ言っといて、はい。もう、うん、おじさんたちが好きなところは、この国道ばっかだったんで。ああ、そっか。うん、高速なかったんで。これがもっと時間、もうちょっとやるかな。はい。もう、ふわっとしてもね。そうですね。じゃあ、これ持っててや、ここ、はい、その上に、ここで、うん、持って、はい、
ちへ。もう済んだところから。あ、はい。チーム回して抜いちゃったんだよね。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、大柳定食もう一つ、はい、1890円。はい。はい、1900円。はい。お預かりして10円のお返し。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。